はいみな、えー、さんこんにちは DZH ミナーシャルリサーチの和田ですえー、ただいま一月の四日ですねえ午後二時十七分ぐらいになりますけれども SBI FX ニュース始めていきたいと思います 昨年のですね12月30日、年末にも皆さんにお伝えしたかと思いますけれども、これまで s b i f x ライブ朝方ですね、皆さんにです、ね、1日の年動きをお伝えしました。ただ、今年し2023年になりましてです、ね、新たに、FX、s b i f x f x ニュースというですね題名にリニューアルしまして、この午後の東京時間の午後をです、ね、皆さんにお伝えしていきたいというふうに思います。 え、二千二十三年の取引ですね、うさぎ年の、ですね、年が始まっています。え、相場の格言では、うさぎ跳ねるなんていうですね。え、相場の格言がありますけれども、ドル円はまさしく、そのうさぎの、お、跳ねるようなですね。え、相場、あ、ら、かなり荒いですね、乱高下という形と、なっています。まあ、ただ、あ、一月二日からですね、取引始まってるんですが。あ、ロンドンニューヨーク勢が急上ということもありまして、じえ、事実上はですね。え、昨日の一月三日から、海外市場ですね。え、本格的に、年始の。取引 利益が始まったという形となりました昨日はドル円はですね乱攻撃をしたんですけれどもユーロドル等をです、ね、中心としまして全般的にはドル買いのですね値動きとなったという形となっています欧州税特にユーロドルがですね12月22日のサポートラインを下抜けて値を下げるという形となっていますドル円もですね一方でアジア時間で安値を更新という形となりましたけれどもその後はですねやはり海外市場では買い戻しの気になっているというところです今日の東京 市場に関しましてもですね1円あえほぼ1円の値動きですねの中でかなり神経質な展開がついているという形となりましたまあ、そこらへんですね昨日の絵画仕様から含めて話お話していきたいというふうに思います はいえー、こちら見てもらってますのが、昨日の1月3日のです、ねえーまあ、あ東京市場からのです、ね、アジア時間からの値、ね、動きという形になっているんですけれども、えー、ちょっと見てください、昨日はアジア時間の朝方、130円の54まで一で時、ね、値を下げました、12月20日の日銀のです、ね、金融政策決定会合時の暴落した時の安値が130円の58だったですね、こちらを一時下抜けまして、130円の54まで値を下げるんですが、すぐさまですね、 一気に買い物し動きとなるなどかなりの洗い抜きとなったんですねその後すかさず131円の4丸まで買い物しが入るなど一円急凍するという形となりましたただその後再び戻り売りに押される展開今度は130円の5丸ですねここを抜けたあたりからかなりのストップロスを誘発したと言われています130円の5丸を下抜けまして一気にアジア時間129の5丸の安値までですね一気に売り込まれるという形になりました130円の 50を抜けて1円ですね、一気に売り込んだという形だったんですけれども、その後は見てください、じりじりと下値を切り上げていくという形となります。 欧州税、本格的に入ってきますと、今度は欧州,欧州債のですね金利が低下幅を広げる中で、今度はですねユーロドル中心にしまして、売りが強まる展開となりました。全般的にはドル買いの流れとなりますと、ドル円もその流れに釣れる形ですね、一気に買い戻しの動きが強まるという形となったわけです。ただ、こちら見てください、昨日、海外の入浴ーー時間の戻り高値が131円の1級にとどまっているんですね。 アジア時間につけました131円の40という高値が意識されますと今度はアメリカの長期金利も昨日は大幅な低下となったんですけれどもアメリカの金利の低下とともに今度は130円の06まで下押しその後再び131円の10まで買い物されるんですけれども入浴時間午後になって130円の58まで下押し。 ただ、下押しも限定的で終わりますと、引けにかけては131円台をなんとか回復して、ニューヨーク市場を引けたとこんな形となったわけです。 そして今日の東京市場を見てください、こちらです。かなりですね、方向感ない動きとなりました。今日はですね、えーまあ、ほとんどの事業法人、まだ戻ってきてはいないんですけれども、えー、今日は株式市場が大発会ということですから、東京市場のですねオープニングとなりました、えー、東京税の本邦実需の買いですね、こちらが朝方から持ち込まれますと、昨日の高値の131円の40ですね。 こちらを抜けるような形131円の4号まで下げず高値を更新という形となったわけですただその後はですね今度は輸出の売りが持ち込まれました結局は130円,の130円の58ですね58までまた下押しをするという形となったわけです ただ、この130円の58というところを見てください。ここと全く一緒ですね。入浴時間の午後になってからの下押しが130円の58だったんですけれども、本日も東京時間で130円の58が安値、ここでピタリとです、ね、下げ止まったというところなんですね。その後は再び130円の94まで買い戻しが入りまして、そして130円の62まで下押し、えー、そこを確認しますと、また再び先ほどですけれども、131円の95まで。 また再び買い物しが進んでいるという形ですね。午後はですね、131、130円台後半でお見合いが続いているという形となっています。まあ、非常にですね、この昨日のアジア時間から急 まあ、急騰の後の急落ですとかまあ、かなり乱高下となりました。けれども、まあ、今日のアジア時間はあ,あ,あ,ある程度ですね。落ち着いた動きになっているという形となっています。まあ、全般的には昨日からのですね。値動きで通り、底堅い値動きと買い戻しが先行しているという状況となっています。こちら日足のチャートでも確認していきます。 まあなんと言いましてもドレ円ンですね、この12月の20日の日銀金融政策決定会合時の急落したところ、130円の58というのが非常にサポートとしてですね意識をされていました、こちら、12月の12月30日も売られたんですけれども、12月30日はですねこちら、130円の78で下げ止まりました。 この年末なんですけれども、実は年末のニューヨーク市場に入りまして、日経新聞が報じたところによりますと、今年のですの、ね、1月の17、18に予定されています、日銀金融政策決定会合、こちらでですね、物価見通しを情報修正することで検討していると、こんな、えー、報道があったんですね。まあ、こちらをきっかけとしまして、また利上げへのですね、えー、思惑から、またドル円の売りが強まったというところなんですけれども、なんとか130円の78で下げ止まっていたというところなんですね。そしてふ 2日はほとんど取引ありませんでした、そして3日、先ほどからもお話していますように、アジア時間、ここの13円に130円の58ですね、そして130円の50をここを抜けたことで、ストップロス的に売り込んだんですけれども、海外市場に入りますと、今度は買い戻しの気になっていると、まあ、こういったです値、ね、動きだったというところです。そしてこちらですね、ちょっとこう分かりづらいかもしれませんが、見てください、戻りがですねどこまでかというところ、ちょっと確認しなければいけないですね。 今日も131円の4号が戻り高値なんですがこちら見てください一目の転換線こちらが非常に重要な戻りの目処になっています今日の転換線が132の丸 ① に来てますねそしてさここ12月の20日で急落した後ずっと買い戻しの動きになりましたけれども12月28日に134円の5丸の戻り高値をつけてまた戻りに押されたんですがここの時もですね12月28、29の時もやはりこの一目の転換線で 結局も抑えられたようなな形になっているわけですね、まあ、ですから、今日もチャート的には一目の転換線2円の丸1をきちんと上回ることができるのかどうかこういったあたりが今後の年動きを占う上でも非常に重要になってくるというところです。 そして下サイドはですねもう当然のように今日のや値ね、または昨日のニューの入浴時間の午後のや値ね、132の58、または入浴ーー時間のや値ね、130円の丸6だったですね、もう一度5分ちょっと見ましょうか、こちらです、入浴ーー時間ですね130円の丸6といったところが、130円台がサポートされているという形となっています。 ユーロドルの方も確認しましまょう昨日、実はユーロドルの方がですねメインの動きとなりました。アジア時間1.0683の高値をつけてたんですが、欧州が入ってきてからすぐに一転して戻り売りに押される展開となりました。12月22日の1.0573ですね。ここをですね下抜けますと、ストップロスを巻き込んで下押しをするという形。1.0520まで売り込まれています。その後の戻りも1.0597にとどまりますと、えー、戻りも限定的で頭の重い展開となって、ニューヨーク市を引けたとこんな形なんですね。そして今日の東京 市場はですね買い戻しの大きい若干ショートカバーが中心となりました先ほどですけれども1.0578まで買い戻す場面ありましたけれどもまあ戻りも限定的になっているとアジア時間は非常にですね落ち着いた動きになっているというところですユーロドルの方を冷やしのチャートを見てくださいまあ昨日からですねユーロドル事実上ですねこの年始の取引が始まったという形なんですけれどもこのところずーっと とサポートされていました、このもみ合いですね、12月に入ってずっともみ合いをしていました、12月22日、もみ合いの中での安値、1.0573だったわけですね。こちらを一気に下抜けてきてしまったと、こういう形となっているわけです。えそして今日も昨日は1.0520まで値を下げるという形になっていますので、今日もですねこの抜けたばかりのチャートがどうなるのか、買い戻しをトライするのか、また下に抜けていくのかどうか、非常にポイントが重要なポイントになってくるというところです。 下サイドは昨日の安値1.052割も当然なんですけれども、そのすぐ下1目の基準線が来ています、1.0513、ここを下抜けますと、やはり12月の7日の安値ですね、1.0443というところがサポートレベルになってきているというところでしょう。まあ、こちらも、ですね下サイドの方をある程度ケアをしていきながら見ていくということになりそうです。はい、えー、それでですね今日予定されていますもの、経済指標を確認していきましょう。 はいえー、こちら見て待ってます動画、このあとですね、えー、欧米市場でのおです、ね、主なけ、えー、経済指標という形となっています。16時ですね、11月のドイツの輸入物価、4時半が12月のスイスの CPI、そして4時45分が12月のフランスの CPI の速報値と消費者信頼関数が予定されています。そして今日は5時、5時50分にフランス、55分にドイツ、6時、ちょうどにユーロ圏、いずれも12月のサービス分を PMI の改定値が予定されていますね。6時半が11月のイギリスの消費者信用残高とマネーサプライ そして今日非常に重要なのが、ニューヨーク市場入ってから24時になりますけれども、12月のアメリカの ISM 製造業景気数、そしてさらに重要になりますのが、翌4時、朝方の4時になります。FMC の議事要旨ですね、昨年12月の13、14日に行われた FMC の議事要旨が発表という形となります。まあ、昨日は欧州債に釣ら、ね、れ,れるような形となりました、アメリカの債権だったんですけれども、かなり大幅な低下となりました、3 1 0年裁入りまでて3.738%。 9%で聞けています本日も、えー、朝方はですね2ベースほど上昇していたんですが、今、1ベースほどの低下となっています、3.7221%、このまま低下していってしまうのか、それともまたよ、えー、り戻しがあるのか、えー、金利動向ですね、かなり気になるところです、そういった意味でも今日のニューヨーク市場の ISM の数字ですとか、FMC の議事要旨ですね、かなり重要なようになってくるというところです。まあ、いずれにしましまててもも今日株価の方でで、ね、ですすね大会でも大大発なななんが幅下落となってあと 大発売でもまた下落になってしまっています今も354円安ですね一時430円を超える下落となっているんですけれどもまあ、非常にですね値が重いというような状況がついていますこの後ですねこの新年の値動きとして非常に株価の値動きですね気になるところです アメリカのダウ平均は10ドル安で戻って引けてはいるんですけれども、ナスダックがですね、0.76%安という形で,ですね、下落しました。まあ、こちらに釣れる形で日経ーキも売られているんだと思いますけれども、まあ、こちらの株価の動向ですね、海外市場での先物の,の値動きにやはり注意が必要になってくるというところでしょう。それでは今日の解説をお会い,いたします。